おたまじゃくしはカエルの子、ナマズの孫ではないわいな。春になれば日本の各地でごく普通に見られる光景ですね。私たちは卵からおたまじゃくしになり、手が出て足が出てカエルになると習ってきました。しかし世界には不思議なカエルもいます。おたまじゃくしにならないカエルがいるのです。ではどうやってカエルになるのかと言いますと、卵からいきなりカエルの姿で孵化するのです。パプアニューギニアに生息するコノマヒメアマガエルの一種です。このカエルはオスが卵を守ります。卵の中にすでにカエルの姿をしているのが見えるでしょ？驚きですよね。なぜオタマジャクシにならないかと言いますと、生息する環境が原因なんだそうです。大きな川があれば泳げない動物は対岸へ渡れません。切り立った崖があれば飛べない動物は先へ行けません。特殊な生態系を築き上げたカエルの孵化しているところです。例えばパプアニューギニア、コノマヒメアマガエルが生息するところです。手つかずの大自然が残る熱帯雨林ですが、高地ではほとんど雨が降りません。だからオタマジャクシとなって泳げる水場がありません。彼らは木の上で生活します。そういった環境に適合していくために、彼らはオタマジャクシにならず、いきなり成体として生まれてくるのです。卵の中で成体になる様子です。オタマジャクシのような姿にもなっていますが、最終的には大人のカエルとなって孵化します。同じようにオタマジャクシにならないカエルがいます。小石ガエルという新種のカエルです。小石ガエルはギアナ高地に生息しています。岩山に暮らすこのカエルは足はあまり発達していないのでジャンプはうまくできず、トカゲのようによじよじとゆっくり移動します。水かきもろくにありません。そんな状態でどうやって移動するかというと、コロコロと転がります。崖や岩の上から転がり落ちたり、強い風に身を任せたりするんです。ゴツゴツとした見た目も完全に小石のようですよね。他にもオタマジャクシにならないカエルはいます。花とがりガエルやコキコヤスガエルです。珍しいから絶滅危惧種と思われるかもしれませんが、これらのカエルは繁殖率が高く、世界の侵略的外来種ワースト100に指定されています。日本でも特定外来生物として飼育や販売が禁止されています。ちょろちょろと泳ぐオタマジャクシの方がやっぱり可愛いですね。以上、ここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、ぜひ高い評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。